はい、こんにちは、まやチャンネルまやはるです。はい、今日はこちらですね。うん、スターウォーズザ・ラストジェダイのベーシックフィギュアです。はい、2017年9月1日本日のね、フォースフライデー2で発売されたので買ってきました。はい、6つあるね。ポー・ダメロン、フィン、レイ、ルーク・スカイウォーカー、カイロ・レン、そしてファースト・ダスト・トルーパーです。おお、今回パッケージがすごくいいのでパッケージから見ていきましょうか。はい、まずこれがファースト・ダスト・トルーパーで、この赤のスターウォーズロゴを基調に白ベースのパッケージになってますね。かっこいいね。すごいかっこいいよね。いい感じですね。うん、裏はこんな風になってます。うん、ここにもスターウォーズのロゴあるでしょ。はい、で今回のこのフォースリンクってのがあるみたい。お、うん、このグローブみたいなやつをはめてフィギュア触ると何かなるんだろうね、多分ね。お、でこの端末自体は売ってなかったんで、うん、また見つけ次第購入したいなと思います。はい、そしてポー・ダメロンとフィンだね。はい、はい、これはイラストになってますね。うん、それぞれかっこいいね。はい、そしてルーク・スカイウォーカーとカイロ・レンですね。うん、はい、最後にこちらレイですね。うん、これ超かっこよくない？本当だ、ライトセーバー構えてる。そう、しかもね、逆手持ちなんだよね。わー、あのアナキンのさ、パダワンのアソカみたいな持ち方してんのよ。確かにちょっと気になるね。うん、だこれはカッコつけてこういう風に持ってるだけなのか、通常戦う時こうなのか、すごく気になるね。うん、じゃあ開けるのがすごくもったいないんだけど、うん、開けていきましょう。はい、はい、じゃあエシン君がファーストオーダーストームトルーパー開けてください。僕フィン開けるね。うん、今日もこれバシャっていくしかない。バシャって、あ、ちょっと待って、こっちからピカッと取れる？え、取れない、取れないか、取れないね。まあいいでしょう、バシャっていっちゃってください。バシャー。まずこちらがファーストオーダーストームトルーパーですね。うん、基本的には前回のものと変わりませんね。はい、はい、これがフォースの覚醒の時のファーストオーダーストームトルーパーです。うん、そうだね、フォルムも全部何もかも一緒なんだけど、この部分だけ、うん、なんとここだけ今回のものは塗装されてるね。うん、こんな感じで身長もほとんど一緒ですね。うん、可動は首でしょ。うん、あと肩部分、あ、手首は曲がんないです。あと足、うん、足、うん、この5箇所が動くだけですね。はい、はいはい、続いてポー・ダメロンですね。はい、ポーに関しては前回ね、買わなかったんだよね。うん、なんでちょっと比較ができないんだけど、これも結構いいね。うん、顔は似てないですね。まあしょうがないね、このベーシックフィギュアって大体似てないから。うん、でブラスター持ってます。うん、そしてポー今回ねヘルメットついてんだね。はい、これいいよ。うん、これかけてると、あ、ポーって感じする。あ、ポーポーポー。可動は首と肩と、あとなぜかポー・ダメロンだけ手首動きます。うん、それと足だね。はい、はい、続いてフィンですね。はい、フィンもブラスターを持ってます。うん、そしてちょっと驚いたのが、前回のフォースの覚醒とジャケット一緒。まだポー・ダメロンにもらったジャケット着てるんだね。うん、うん、でも中の服は変わってます。うん、ここの塗装が違い、あ、さ、若干塗装は違うね。うん、うん、で中の服は変わってるね。はい、こっちはね、もうストームトルーパーのあのアーマー脱いだまんまだったからね。うんうん、今回ちゃんと服着てますね。はい、ちょっとね気になったんだけど、うん、この格好ってね、すごくねハンソロにそっくりなんだよね。あ、ハンソロ意識してんのかな、フィン。そうかもしんない。うん、死んじゃったからね。あ、はい、続いてルーク・スカイウォーカーですね。はい、もうおじいちゃんになってますね。はい、でマントは軟質でできてます。マントね、ちゃんと取れます。はい、すっぽり外れね。はい、そしてちゃんとね、右手がロボになってます。あー、本当だ、ね、ロボになってちゃんとね。うん、左手は普通の手ですね。はい、はい、続いてカイロレンですね。はい、カイロレンはちょっとなんかね、猫背みたいになってるね。うん、前かがみになってます。はい、で、このライトセーバー持ってるね。うん、マントまた外れるようになってますね、これもね。はい、うん、スポイン、ちょっと残念だったのが、このライトセーバー、うん、一緒なんだね。あ、なんかね、完全版になるかなと思ったんだけど、そのまんまで、こちらがフォースの覚醒のカイロレンだね。うん、ベルトとか中に着てる服は一緒なんだけど、下の部分、これ、ね、スカートみたいなの入ってたじゃん。あ、確かに、それがなくなったね。本当だ、動きやすくなってますね。うん、続いてレイですね。うん、レイはこれね、ジェダイトレーニングバージョンっていうんだって。おお、うん、で今回は3つ武器がついてきてるね。うん、いつもこれ使ってたスタッフ、ライトセーバー、それとこの腰のところ、これ、あ、ここにハンソロからもらったあのブラスター、これもついてました。すごいね。うん、やっぱでもレイはね、今回はライトセーバー持ってるのがいいかもしれないね。うん、で前回のフォースの覚醒と比較すると、シルエット的には変わんないけど、髪型バッチリ変わったね。うん、前回はこうやって後ろで祝いてたんだけど、うん、今回はもう下ろしてますね。はい、うん、
腕の細さとか全然変わんないね。うん、はい、ということで今回買った6体と前回の5体全部並べてみました。はい、身長はこんな感じだね。レイがやっぱ一番低いのかな。うん、でルークが2番目ぐらいだね。ルークとフィン同じぐらいか。あ、うん、でやっぱカイロレンが一番高いね。うん、でちょっと気になったのが、フィンの顔の大きさが違うんでちょっとね今回はフィンね、あの縮まった感じがあるけどね。縮まっちゃったね。まあ、でも今回の方がいいんじゃない、かっこいい感じする、うん、はい、エイシン君的には誰がおすすめ。うーん、やっぱレイかな。レイだよね。うん、パパもレイかな。あ、どれか一つ買うんだって言うんだったらレイかな。うん、武器いっぱいついてるし、今回すごくこのパッケージもかっこいいしね。うん、あ、レイがいいかなと思います。あと2番目はカイロレンかな。あ、うん、やっぱこの2つ、レイとカイロレンがあれば対決もできるしね。あ、確かにライトセーバー。そうだね。はい、ということで今回はスターウォーズのベーシックフィギュア6つ買ってみましたね。はい、ザラスト自体すごく楽しみになってきた。うん、うん、でフォースフライデーで結構いろいろ出てたんで、うん、あの他にもレゴとか購入してるんで、それまたおいおい紹介していきたいなと思います。うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。お願いします。ぜひお友達にも教えてあげてください。うん、それじゃあチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。